ありがとうございます。くれました、ごめんなさい。おはよう、ハマチャさん、つばゆうすけさん、キョンシーさん、ありがとうございます。おはようございます。天使の絵の具さん、ダダダムダさん、ありがとう。ございます。朝です。おはよう。吉田のヨッシーさん、またたびさん、石剣マシンさん、ありがとう。おはよう。いや、休みです、マジ。いいね。では大丈夫ですか？うん、全然。はいよ。おはようございます。おはよう。舞の海さん、ありがとう。スカブラダさん、ゆうくんさん、ハマチャさん、ありがとうございます。ありがとう。おはよう。今日よろしくです。お、放課後だ。はよ。注射してない方の手がだるい。多分注射してない方の手、多分敷いて寝てた感じする。よろしく。あ、よろしく。大地さん、ありがとう。セリアさん、ありがとう。ラカツオンリーユーさん、ありがとう。はよ。ハマチャさん、りょうすけさん、ありがとう。おはよう。ぐー、おはよう。こんな。
はよ。今日放課後ホームルームだからさ、どうしようかな。ニノさん、デブニノさん、キャンシーさん、さきかみじまのカズさん、シナッタ、放課後だから学生服っぽくお姉さんコーデしてほしい。真逆。はいよ。もちんさん、ありがとう。仕事終わりだからこちらはスーツになりそう。あ、スーツ。シザ流星が見てない。スーツ好き。うん、スーツ好き。うん、デブニアさん、シャケさん、ありがとう。何事もあれですよね、ギャップ。え、この人ってスーツ着るんだってなるか、はあ、今日は私服だってなるかって感じじゃない。はよ。そう、っていうか右で結構痛い。なんでや。ユウニョウさん、カッチャーさん、ありがとう。はあ、いいね、みんなの。キュンってなるギャップがわかる。痛い時ほんと痛い。なんかな、何これって感じの痛さ。右手何もしてないのに。左手は予防接種したけど、やだ。はよ。はよ。じゃ痛い。カープさん、ありがとう。修学旅行の女子のファッションには毎年燃えてた。毎年燃えてたってどういうこと。デビニアさん、リーディーマサさん、ありがとう。毎年行けるってことは
先生ってこと？先生がみんなの私服に燃えてたの？レムニャさん、ありがとう。中修学旅行北海道だっけ？東京ですよ。行き過ぎや。修学旅行シンガポールいいな。実は私実はいまだにえって思う人もいるかもしれないけど、もう学生の年じゃないんです。イエーイ。そう、今まで隠してたつもりはなかったんですけど、なんか なかなか言えなくて、確かに大学生の年だわ。さんに言ってないよ。私のショールームを最近見たみたいな方とかに言った。ハマチャさん、ありがとう。学びたければ何でも学校行けます。高校も。エイチロさん、ありがとう。今来たら泣いててびっくりした。今日目が腫れてるって今これをやって思った。メッセダさん、ありがとう。高校と大学はこれから行ける。そうなんよ。いやでもこれから高校生になるのはちょっと、私周りに溶け込めなかった時はもう閉じこもりタイプなの。C さん、ありがとう。どうせなら35歳で高校生になろうかな。
女子高生でもびっくりすよ。スケモンさん、ゆういちろうさん、キャンシーさん、ありがとう。自分は高校生の時から大人っぽく見られてたから、高校生の時にパルコカード作りませんかって言われて、わちょっとまだ私作れない年なんでって言って、で、はあ、そうだったんですか、ごめんなさいみたいな。じゃあクラスのカースト上位のイメージだった。全然いや、なんかダメだったんよ、その時話しかけられた時。まだバルコカード作れない年齢だったんよ、その時が。17だったのかな。はよ、しかも話しかけられてさ、ちょっと自分も興味を持っとった、持っとってさ、で話してて、ちなみに私この年齢なんですけど作れますかって言ったら、あ、それはちょっとって言われて、そう、作りたかったのにみたいな感じでした。悲しい。ああ、キヨさん、ありがとう。そっちから話しかけてきたのに結局乗っていけないなんて、何やそれってなった。やっぽー、夜の配信でお仕事行ってらっしゃい。オレリーさん、ありがとう。そうだよ、覚える感ある、ほんとあります。それでは放課後にお会いしましょう。お会いましょう。お会いましょう。これからの道の美成長ぶりを思いつつ仕事行ってきますね。面白い。一緒に働きたいねー。アイドル以外なら何の職業。大地さん、浜地さん、ありがとう。一緒に働くってなったらどういうところが楽しいんだろう。
モチンさん、Thank you。 レジ打ち得意そう、マジ？でも働くなら、それはバイトとして普通に。坪祐介さん、裕次郎さん、ありがとう。だったらまかないが美味しいところか、映画館か、なんかそう、凝ってる。ジュニア中華料理屋さんでチャイナ服着てほしい。いいな。そう、映画館のバイトは映画がね、安くなったりするから。休みがちゃんと取れる職場がいい、ライブとか行けるように。確かに。カフェの店員さんとか似合いそう。カフェの店員さん、いらっしゃいませ。取引先の可愛い受付のお姉さん設定がいい。すごい、なかなかありそうだけど、ちゃんと詳しく。今日はあそこの会社だと取引だ、それさいるかなみたいな感じ。うん、チェーン店じゃないカフェの店員さんとかやりたい。喫茶店なんちゃらみたいな、なんかうちの、何でしょうか、うちのコーヒーとレモネードは世界一なんだよみたいなカフェ。そうそう、はよ、落ち着いたイメージあるから、先輩看護師か。ほう、東京グールみたいな。そうそうそう、自家製ジンジャーエール、あ、いいね、それいいやん、採用。ハマチさん、ありがとう。注射、みんなに注射刺す役になるか。ちょっとチクッとしますよ、ごめんなさいね。あっち向いててくださいね。はい、我慢してね。はい、できました。ケンさん、ありがとう。失敗されても許す、ダメよ。セリアさん、ありがとう。
痛くても許す、ほんと。でも私は痛くしないように心がける。きっと痛気持ち、いいね。結局はでもあれやりたい、音響さんとか照明さんの仕事とかやりたい。結構裏からみんなを支える役みたいなやりたいです。力仕事、そうなの、それは大変だ。それでは壇上を読みます。いきます。13位ひょうさん、12位ひとつふたつみちゅう、7つやつこっこのちゅうさん、11位セリアさん、10位ゾニゾニさん、9位エムケンさん、8位ライチさん、7位ブルーさん、6位ダダダダムドさん、5位アモズさん、4位オレリーさん、3位コモチンさん、2位キョンシーさん、そして1位はドゥルルルンちゃん、つぼいゆうすけさんでした。ありがとうございます。今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンチちゃん、おふさん、ありがとう、ラッキーガール。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリオー。に今日も配信ありがとうございます、来てくださって。それではまた今日の夜お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。